母さんよ。元彼とかも？そうよ、悪い。じゃあ、あだ名とかは？言いたくない。じゃあ、すみれちゃんってことで。使わなきゃもったいないじゃん、そんな可愛い名前。そっちは？俺は、つければ。え？名前、好きなのつけていいよ。だってペットってそういうもんじゃん。ああ、確かに。なんでもいいよ。好きなタレントの名前でも、初恋の人の名前でも、初体験の相手の名前でも。じゃあ、モモ。モモ？外人？昔飼ってた犬の名前なの。犬かよ。その髪の毛のくるっとしたとことかよく似てるし。しかもそれってメス犬の名前じゃん。好きにつけていいって言ったじゃない。何してんの？ちょっと待って。はい。間違えて使ったら嫌でしょ？なるほど。そっか。俺はモモか。たけしっすか？たけしならここんとこ来てません。もともとあいつフリーだからそんなにしょっちゅう顔見せないし。あ、もしかしてマスコミの人？あいつのファンとか多いんだよね最近。男のファンが。いや、そういうことじゃ。でもね、ダメっすよ。あいつストレートだし可愛いんだけどな。惜しいよな。どうしたの、純平？いや、何やってんだろうな、たけしのやつ。え、うっそ、たけしから連絡あったの？何それ。なんだよ、みんなでたけしたけしって。外報部から異動がありました。岩井です。よろしくお願いします。はい、どうも。君の席、あっちね。できましたらそちらの方で。あ、助かります。失礼します。あ、それと、そうなんですよ。そちらもですね、やっていただけます。すいません、本当に。ありがとうございます。助かります。はい。そうですね。はい。これってもしかして分かりやすい嫌がらせ？はい。そうですか。なるほど。そうですね。そうしていただけるとありがたいですね。こいつか。ゆうやさん、はじめまして。今年生活情報に配属になった石田と言います。あ、よろしくお願いします。今電話してるのがデスクの折山さんで。知ってるわ、私も一応社内の人間だから。そうですよね。すいません。おいおいおい、石田新米部門、この部じゃ先輩だろ。威張るなよ。これだから女のエリートは困るよ。いや、そういうの。すいません、失礼しました。まあ、ずっとエリート街道だった君にとっちゃここは事実上左遷みたいなもんだろうけど。とんでもありません。一番広い層に読まれているのも、広いジャンルを使っているのも生活なんですし、うん、模範的な回答で白々しいね。あ、俺のことは殴んないでよ。これ前歯にも差し歯にしたばっかりだから。頭が切れて腕力まであると来てる。女としては最悪だな。頭痛い。ゆうやさんって生活情報部なんだ。そう、意外だよね。異例のスピード出世で支局から半年足らずで外報部へ行ったっていうのに。印刷部の吉田さんとも別れたらしいしね。もともと似合ってなかったしね。ねえ、だってさ、背だってゆうやさんの方が高かったんでしょ。そう。でもこう言っちゃなんだけどさ、ちょっとざま見ろって感じじゃない？
なんか何でもできる人って鼻につくっつうかさ、何様みたいな。わかるわかる。吉田さんもそういうのがしんどくて別れたんでしょ。あるよねそういうの。でもなんか、ね、一人で悪い、いいのよ一人で。そんな寂しいこと言うなよ。寂しくなんかないわ。一人がいい、一人が好きなの。だから誰も私に構わないで。ごちそうさま。おかえりなさい。いや、な、すみれちゃん待ってたんだよずっと。俺ね、すみれちゃんに話したいこといっぱいあったんだ。さっきね、テレビで変な心霊写真のやつやってたんだけど、すんげーくだらないんだけど超笑えんのね。あとね、もうすぐプロレスあるみたい。さっき CM でやってたんだけど1時半からかな。よかったね間に合って。あとね窓のところに植木鉢置いてあるじゃない。あれにつぼみできてんの知ってた？紫色のやつですっげーちっちゃいんだけど、あれなんて花？どうしたのすみれちゃん。私が帰ってきて嬉しい？なんてね。うん、嬉しい嬉しいよ。だって朝出かけてからずっと待ってたんだもん、すみれちゃんが帰ってくるの。そう。撫でて。え？撫でて。いい子で待ってたでしょ。乗らないこと。え？ペットとキスする趣味はないわ。嘘。俺とかよくしてたよ。友達んちのみーちゃんにチュー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 。ダメよそれは。最近ペット感染症の症例もたくさん出てるし、むやみにペットとキスやそれではしない方がいいって毎日生活ラインに書いてあった。感染症だ。大丈夫。俺病気とか持ってないから。まあ喘息持ってたけどね。それに私にそういう風に迫っていいのは、私よりも身長も学歴も収入も高い男だけなの。何それ。そう決めたの。進捗数。169172。私はあなたより身長も学歴も収入も高いわ。ペットはペットらしく余計なことはしないように。シェー。
どうよ、新しい部は。変な感じよ。真夜中の締め切り寸前まで神経ピリピリさせられることもないし、他紙に抜いた抜かれたで一喜一憂することもない。日曜も休めるし。せっかく暇になったのに何やってんだか。もう散歩よ、ベッドの。こんな住宅街まで来て。だって会社の人とかに見られたら困るでしょ。で、どこよ、その問題のペット。かわいいでしょ。この間渋谷で買ってあげたの。端のサイズが私と同じでムカついたけど。ずいぶんと身軽なペットね。モダンダンスしてるらしいわ。若いじゃん。いくつ？20歳。本当に？まだ未成年なんじゃない？かもね。まあ、今はずっと置いとくわけじゃないし。あ、そうなの？てっきり美少年ペットにハマってんのかと思った。ハマる？まさかあんな非常識なペットにハマるわけないじゃない。そうかしら。そうよ。それに鬱陶しいのよ。朝から晩までスミレちゃんスミレちゃんってまとわりついてきて。まとわりついてくるんだ。いいじゃない。どうせだったらさ、追い出す前に一回やっとけば。何それ。だって可愛いじゃない。彼食べ頃だ。ちょ、しかも子供の前でこんな明るい公共の場で。大丈夫だ。大丈夫だ。スミレちゃん、なんか来た。あ、来た来た来た。誰このおばさん。誰がおばさんよ。ゆりちゃんは私の幼馴染。中学も高校も一緒で。へえ。23でパイロットのかっこいい彼氏と結婚して、今はリッチな若奥様なの。ちょっとやめてよ、すみれ。なんで近所のおばちゃんかと思っちゃった。やっぱこれ今すぐ捨てた方がいいかも。うん、ゆりちゃん、今食べ頃って、まあいいわ。ラン行くよ、そろそろ。後で。また明日。みんなにバイバイ。はい。もう行ったの？そうよ。今日は今から姑が来んの。主婦もね、いろいろと大変なのよ。ありがとう、話聞いてくれて。思ったよりへこんでなくてよかった。早く新しい男探すことね。ベッドなんかじゃなくて。ありがとう、じゃあバイバイな。バイ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 。ベー、男って。なんでもない。帰るよ、もう遊んだでしょ。もう？せっかくの初デートなのに。散歩だっつってんでしょうが。ちぇー、あ、じゃあ引っ張ってって。は？ついてこないんだったら捨ててってもいいのよ。そう、ちょっと待ってよ、すみれちゃん。動いた。そう、動いてる。動いてる。動いてるのかな。動いてる。さあ、新しい彼氏とか嘘ついてくれればよかったのに。あれでしょ、前の人。関係ないでしょ、ももには。あ、そう。でもね、俺すみれちゃんの方がずっとずっと可愛いと思うよ。美人だし、料理もうまいし。別れて正解だよ。センスなさそう、あの男。俺ね、すみれちゃんと歩いてるとすっごい嬉しいんだよ。こんな美人連れちゃって俺ってかっこいいかもみたいなさ。すみれちゃんにはもったいないよ、あんなダッサい男。関係ないって言ってんじゃない。何なの、さっきから余計なこと言わないで。ごめん、俺なんか慰めようかなって。そんなんで私を慰めてるつもり。冗談じゃないわ。私はあなたに慰めてもらうほど弱くない。そんなことないじゃん。
だって俺知ってるもん、すみれちゃんが本当は優しくて寂しがり屋なんだってこと。だってね、俺嬉しくて涙出そうになったもん。すみれちゃんがカレー作ってくれた時とか、靴買ってくれた時とか。飼い主の義務感でやっただけよ。でもバカじゃないの。何言ってんの、あなたただのペットでしょ。ペットなら黙ってそこ座ってなさいよ。偉そうな口叩かないで。ちょっと何日かそばにいただけのくせに私に入り込まないで。へえ。もう構わないで。ふん、ちょっと傷つくな。うるさいよ、喋らないで。出てってお金ならあげる。出てってよ、私は一人が好きなの。あ、そう。じゃあご勝手に。スミレちゃんのこと？モモ？モモごめん。突然ごめん。いとこの子が下通してくれて。何のよ。あ、心配しなくてもすぐ帰るよ。大した用じゃないんだ。今度青森工場に転勤することになって、最後に少し岩屋さんと話がしたくて。私は話すことなんてない。相変わらずだな。そう？今さら会いに来る方が驚きよ。余計な心配されても迷惑なのに。あと一応言っとくけど、いとこじゃないから。さっきの男の子。え？ペットなの。ペット？そう、私のペット。あなたと別れてから飼ってた。ちょっと待てよ。ペットって君あの若いやつと付き合ってんのか。そうじゃない、ペットはペット、そういう意味。嘘だろ、そんなに僕の浮気がショックで。はい、ホストなのか。そうなんだろ、君が高級鳥だからって君にたかってんだろ。そうなんだろ。信じられないよ、そんなやつに君がハマるなんて。
そうね、ハマったのかも。なんだって？楽しかったもの、この1週間。何言ってんだよ、冗談じゃない。今すぐそんな奴とは手を切れ。そんなプライドのかけらもない奴。あなたのプライドって何なのよ。あなたのプライドってものがどんなものか知らないけど、本当に強い人間はプライドなんて関係ないの。あなたいつも口癖みたいに言ってたわよね。君はいいね、綺麗で頭が良くて給料たくさんもらっていいねいいねって。私がうんざりしてんのも気づかないで毎日毎日。その挙句にあなた逃げたんじゃない。何がプライドよ。人を羨むことしかできない人なんかよりプライドなんか全然ない。あの子のがずっとマシよ。あなたなんかよりずっと。そっか。ずっと育ててくれたんだね。匂いすみれ、僕があげたものは全部捨てられたのかと思ってた。よかったよ、最後に君の本音が聞けて。僕の浮気がバレた時だって君最後まで取り乱さなかっただろう。僕たち修羅場さえなく別れてさ、ずっと気になってたんだ。だからよかった。もう行くよ。元気で。元気でね。ただいま。やだな、私ね好きだったんだ、あの人。ダサくてつまんなくてちっともかっこよくなんかなかったんだけど、優しくて大事にしてくれて好きだったんだ。
この時彼女の綺麗な涙を見ながら俺はあともう少しせめてこの春が終わるまでここで彼女のペットでいたいなってそう思ったんだ。湯川さん、小川先生のデータどうですか？ありがとう。あの、もしよかったら今度みんなでお花見にでもですね。うっそ、もうこの時間しまった、桃の方が用意しとくの忘れてたんだ。桃？ごめん、これ画像部持ってたら今日そのまま帰るから、ディラックに置いておくね。はっ、お疲れ様でした。なんでしょうあれ。ああ、最近ペット飼い始めたらしいですよ。へえ、そうなんだ。でもなんか感じ変わったよね、彼女。ですよ、ですよね。僕もそう思ってたんですよ。ね、ただいま。すみれちゃん、何よ。手にね、シャンプーが染みてきたの。何それ知らない。だからね、お願い、頭洗って。できるわけないでしょ。お願い、頭洗って。無理だ。お願い。気持ちいい。ほら、じっとしてなさいって言えば。ねえ、なんでそんなのつけてんの。見えては困るからよ、生で見るよりマシでしょ。そんな、見ていいのに。ほれ、ほれ。あんたはよくても、私はよくない。あ、ちょ、なんか曇ってきた。え、いった、目に指入った。大丈夫？ちょっと早く洗って。早く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 。あの雨の日から2週間、俺はまだこの家で暮らしている。この企画1ヶ月の予定だったんですけれども、上司が半年もしたいと言いました。はい、あ、こちらこそありがとうございます。じゃあまた改めてお電話させていただきます。失礼します。どうも。こけし。今週からこちらの会社のカウンセリングルームを受けますことになりましたね。え？週に2日は14階にいます。遊びにいらしてください。おう、メリーちゃんもあなたに興味があるらしい。じゃあ早く帰ってこないかな。あすみ先輩、もしかして岩屋？久しぶり、4年ぶりかな。